県中学新人大会のバスケットボール。各地区の予選を勝ち抜いた男女それぞれ32チームが熱戦を繰り広げました。男子決勝は身長180センチ以上の大型選手2人擁する琉球と、新チームになって県内公式戦無敗を誇る小田倉中の対戦です。先に主導権を握ったのはピンクのユニフォーム琉球でした。まず見せたのは183センチのフォワード鈴木咲。この大会出るときにチームで一番になるっていう目標でやってきたので、鮮やかなロールターンでシュートを決めると、今度はリバウンドを直接押し込みバスケットカウント。頼れるキャプテンがチームを引っ張ります。すると今度はその鈴木からセンターホーキンス。こちらは身長185センチ、内外から多彩な攻撃を見せる琉球が9点リードで前半を折り返します。エンドが変わった後半、第3クォーターには琉球のガード中島、美しいフォームから中島が2本のスリーポイントを決めると、今度は視野の広さを生かした正確なパス。第3クォーターを終え46対38、琉球が8点のリードを奪います。しかし最終第4クォーター、流れが一変します。小倉中は183センチのセンター山下、このバスケットカウントでまず2点差に迫ると、この位置でボールを持ったキャプテン高平は相手ブロックをかわすスクープショットでまたもやバスケットカウント、46対46の同点に追いつきます。勢いを増す小倉中、中でもキャプテン片平が止まりません。ほとんどの試合が全て後半勢いよく勝てたと思うので諦めずと思います。高平の4連続ゴールで瞬く間に逆転すると、エースの奮闘にチームメートも応えました。県内のバスケット関係者も九州トップレベルの決勝戦と舌を巻く一戦は小倉中が鮮やかな逆転勝利、新チームでの県内公式戦無敗記録を更新する新人戦優勝です。決める場面でのショットをいつもよりは決めれたので良かったです。チームを勝たせるような選手になりたいです。全国優勝なので、これからももっと高みを持って頑張っていきます。もうちょっと自分の得点が増えれば九州大会のゲームでもチームに貢献できるかなと思うので、もっと得点を増やしていきたいなと思います。チームワークをもっと高めて全国で上位上がれるチームに目指します。全中でしっかり活躍してチームを勝たせれる選手になることなので、残りの時間しっかり頑張って努力していきたいと思います。